とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー20周やっていきたいと思います。ちょっとね、1周40分ぐらいかかってしまいますので3日ぐらいに分けてやっていきたいと思います。では、行きましょう。それでは、まずは1周目です。ピンクスコーンドレル狙ってます。出た、一発目で出た。まあ、エンチャント次第だな。まあ、変なのがついてなかったらそれで採用でいいんだけども。どう、冬射撃か、これはいらんかな。サブ竜、いやー微妙だな。微妙です。はい、では2周目いきます。2周目、ボンクラブ欲しいけどね。キョム1か、まあ1でもいいんだけども、やっぱり3が欲しいんだよね。見た目の問題、見た目やっぱり1より3の方がかっこいいからね。お、爆縮ワンチャンあるよ。あー、冬1。なんか今日冬つくな。重力はいりません。はい、次。ゾーラ。あー、これは良くない。これはいらないな。リフレッシュ1。無謀2の、最後の叫び3。次。はい、どうでしょうか。良くないな。良くねえな。でも、メイス系はね、実際強くなったんだよね。攻撃力上がったんで、使えるかもしれない。で、重力1だから悪くないんだよね。でも、確か俺もう持ってるんで、いりませんね。いらない、いらない。今度ちょっとメイス使ってみよう。どうでしょうか。あ、グリーンメナスいいよ。でね、あれね、26回ってさ、落ちない。俺26回で、今2回落ちたんだけどさ。でもまあまあ、1回からスタートじゃなくって、25回からの、26回か、からのスタートになるんだけど、なんだろうね、26回がやたら落ちる。なんかちょっと修正してほしいな。あんな落ちるとちょっとやりにくい。成長か。いや、違うな。俺が探してるのは、違う。これじゃない。急兵、急兵。ちょっと欲しい。いやー、違うって。なんだこれ。最後の叫びばっかり出る。次行きましょう。どうだ?おー、珍しい。タワーで俺初めて出たよ、黒斑。黄金次第だね。カエルフォーカスはいらない。いやー、黒斑、そうね。根腐れでもそんな変わりはないんだけども、まあ、食料貯蔵だから、ちょっとお得感があるってところか。まあ、いりません。不安定はどうだ?マルチロール1いりません。ビースティンガー。ビースティンガーは今ちょっと中途半端なんで、欲しいところではある。どう?旋風1はいりません。次だ!どう?いや、良くない。これはダメだな。ストームランダーは、重力のハンマーの劣化版だと思ってるんで、ちょっと使わないですかね。ウィンドボウも、オーバーチャージいらない。強固も、ポーションバリア1がついちゃってるからね、よろしくないんだ。調子が悪い!お願いします。ダメ、ダメ。これは求めてない。火炎フォーカス1。リフレッシュさん、黄金は良かったね。黄金は良かったけども、これはいらないんだ。谷の小玉、欲しがってる人はいたな。でも、谷の小玉よりもね、バーストゲールの方が強いと思うんですよね。これ長弾ついてるんだけども、普通の長弾なんですよね。強めの長弾ではなくって。
なのでそれならばバーストゲールの方がいいかなと思うんだよね。次どうでしょうか。あー違うな違うな。グレートアックスブレードもね、ダイナモがもともとついてるのが良くないのよ。ダイナモはね1じゃなくて3なんだよね。ダメージの上がり幅が全然違うんで1じゃないんだ。重力はもう持ってるからいりません。太陽の愛すでに持ってるいりません。はい、やっぱりね26回が落ちる。今も1回落ちましたわ。なんだろうね。まあまああと数日だからいいか。次行きましょう。どうだ。まあや槍はもう完成はしてるんだよね。虚無一か。使えるけどね。ああもう完全に下完成してるんだ。虚無がついて、で、クリティカルとリフレッシュ重力。今俺が使ってるのと一緒だね。一緒だわ。ならいりません。スポンジもいらないか。はい。では、行きましょう。今日は落ちなければいいけどね。ダメか。ホーク、よろしくないです。そろそろ何か欲しい。あ、グリーンメラスいいよ、グリーンメラスいい。重力とかやめて。下には、主要なやつがついてないからワンチャンあるぞ。重力やめろよ。1は良くないよね。1はいらないかな。3だな。次どうだ。黄金ピグリンは今流行ってるね。流行ってるな。どう。違う。毒フォーカスじゃない。まあね、まあね。さっきもこれ、出たよね。ぽいのがさ、構成がちょっと違うのが、全く一緒だよ。エンチャントはさ。いや、強いけど、俺が使ってるのと全く一緒。ダイヤモンドリフレッシュ1はいらない。まあ、ささやく槍は強いけども、次そろそろ何か欲しい。あー、月か。月のダガー。月のダガー、ちょっとね、探してる。ダガー系は、攻撃範囲がね、広がって強くなったらしいんだよな。あ、でも、一撃40万か。低いね。使えなくはない。使えなくはないね。で、下に重力と、いや、流れ込む魂いらないか。いや、いや。まあ一応キープしとこう。はい、まあいらないかな。生きたツタもねもう持ってるんだ。次行きましょう。どうでしょうか。グレートアックスいらない。あ、リフレッシュ3がついてる。いや、むしろこれはダイナモはもう1で取っといて、で下をついてるね。重力、アーティファクトシナジー、痛みで回していくっていうのも良さそうか。まあ、ダイナモ1だけども、ブロードソードよりは火力が出るかな。クレイモア系では一番火力が出るかもね。そうね。1は、1回回避で20万ぐらいか。最大400万、500万ぐらいか。いや、まあ、悪くはないけどね。痛みと合わせれば良さそうかな。いや、でも、使わんかな。悪くはなさそうですね。次。おはようございます。それでは、本日、ラスト3回で終わりです。
怒りが出ましたね。でも怒りはもう完成形を持ってるのでいりません。何がつくリフレッシュ1ダメだね。重力さん、はい、ではあと2回ね、頑張りましょう。あと2回です。スイフトストライカーは使ってみたくはあるけども81いりません。カトラス系は確か強くなったんだよね。攻撃速度が上がったのかな。いやでも使わないかな。月のダガー欲しい。下はリフレッシュ、雷、虚無、重力ついてる。これは黄金は良くないだろう。下に結構あるもん。旋風か。いやつけても多分当たらんもんね。では次ラストです。ラスト、なんかさここ2日ぐらいグレートアックスブレードがやたら出るんだけどね。なんだこれは。爆発位置いらない。なんだグレートアックスブレード。いやーなんか呪いにかかってる気がする。はい、ではタワー20周、終わりましたね。よくなかった。今ね探してるのがグリーンメナスとピンクスコーンドレルと、ソウルダンサーのローブかな。を探してるけどもなかなか。あと勇者のアーマーもまだ欲しいね。完璧なやつが持ってないんで。そのあたりですね。出ません。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。